2014年デカネーションラミルグリエフはアゼルバイジャンバクー出身でトルコ国籍の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで9秒97、200メートルで19秒76の自己ベストを持つ。2017年ロンドン世界選手権男子200メートルの金メダリストである。200メートルがメインのスプリンターで19歳だった2009年には、 ウサインボルトに次ぐ、ジュニア世界歴代2位の20秒04をマーク、ベルリン世界選手権でファイナリストになるなど活躍。その後は充実した陸上の環境を求め、2011年4月5日にトルコの市民権を取得し、2013年4月4日からトルコ代表として競技している。オリンピックと世界選手権の200メートルでは4回決勝に進出し、 2017年ロンドン世界選手権でトルコ初の金メダルを獲得した。2009年ヨーロッパジュニア選手権7月のベオグラードユニバーシアード男子200メートル決勝においてジュニア世界歴代2位ジュニアヨーロッパ記録となる20秒04をマークして金メダルを獲得した。8月のベルリン世界選手権男子200メートルに出場。過去に 世界選手権の200メートルで予選を突破したアゼルバイジャンの選手はいなかったが、グリエフは1次予選を21秒12の組2着で突破してアゼルバイジャン初の予選突破者となると、2次予選を20秒40の組2着、準決勝を20秒28の組4着で突破し、アゼルバイジャン初のファイナリストとなった。 決勝では二次予選や準決勝よりもタイムを落として20秒61の7位に終わった。8月の北京世界選手権、男子200メートル予選で20秒01のトルコ記録を受立し、自身の持つトルコ記録を0秒20更新するとともに、6年ぶりに自己ベストを0秒03更新した。予選を全体トップのタイムで突破すると、準決勝は20秒10で、 組3着に入り、着順ではなく、タイムで拾われて決勝に進出。決勝ではタイムを落とし20秒11の6位に終わったが、2009年ベルリン大会の7位を上回る最高成績となった。9月8日のワールドチャレンジザグレブ大会男子200メートルで19秒88のトルコ記録を樹立。従来の自己ベスト及びトルコ記録である20秒01。 を塗り替えて19秒台に突入し、ヨーロッパ歴代6位に名を連ねた。7月のアムステルダムヨーロッパ選手権に出場すると、男子100メートル準決勝で10秒07をマークし、自己ベストを7年ぶりに0秒01更新して、決勝に進出したが、決勝はタイムを落として10秒23の6位に終わった。200メートルでも決勝に進出すると、惜しくも、 金メダルには0秒06届かなかったが、20秒51の2位で銀メダルを獲得した。8月のリオデジャネイロオリンピックに出場すると、男子200メートル予選で20秒23、準決勝で20秒09と、両ラウンドでシーズンベストをマークし、タイムで拾われて決勝に進出した。オリンピックの二百メートルでは男女通じて、トルコ勢初の決勝となったが、 20秒43とタイムを落として8位に終わった。男子400メートルリレーでは予選でアンカーを務め38秒30のトルコ記録を受立したものの決勝には進めなかった。5月のイスラム諸国連帯競技大会に出場すると男子100メートル決勝10秒06の自己ベスト 男子200メートル決勝20秒08でそれぞれ、制したが、トルコチームのアンカーを務めた、男子400メートル、リレー決勝は39秒56で2位に終わり、生まれ育ったアゼルバイジャンバクルで開催された大会で、惜しくも三冠は逃した。6月13日のワールドチャレンジパーボネルミ、ゲームズ男子100メートル決勝で10秒02の、自己ベストをマーク。 1> 約1ヶ月前にマークした自己ベストを0秒04更新し9秒台に0秒03と迫った7月6日のトルコスーパーリーグ男子100メートルで9秒97の自己ベストをマークし初めて10秒の壁を破ったこれにより100メートルの10秒の壁と200メートルの20秒の壁を破ったヨーロッパ史上6人目の選手となった8月のロンドン世界選手権 男子200メートルでは2大会連続で決勝に進出すると決勝では男子400メートルとの2冠がかかっていたウェード、バンニーキルクをフィニッシュ直前でかわし20秒09で優勝を飾った。これは世界選手権のすべての種目を通じてトルコが獲得した初の金メダルでありトルコの男子選手が獲得した初のメダルという快挙だった。 男子400メートルリレーではアンカーを務め、予選をトルコ記録に迫る38秒44で突破したが、決勝は38秒73とタイムを落とし7位に終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。備考欄の記録は、当時のモノダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した。 ポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。